ソルロンカンは韓国の代表的な料理の一つ。牛の肉、骨を長時間煮込んで作る乳白色のシンプルなスープ料理。似た料理としてコムタンがあり、両者とも長時間かけて煮出したスープではあるが、コムタンと比べ骨が多く入っており、骨髄まで煮出され白濁しているのが特徴。牛の骨や各部位の肉、舌、内臓を大きな鍋に入れ、 水で10時間以上に立てる。茹でてスライスした肉類、そうめんなどを入れた器に出来上がった乳白色のスープを注ぎ、薬味の刻みネギを乗せて飯と共に供する。調理時にはほとんど味付けを行わず、食卓で塩、胡椒、粉唐辛子などを加え、好みの味に調節して食べる。副菜として特に大根のキムチが欠かせないと言われる。 飯や茹でた麺を入れてもいい。諸説あるが、よく知られているのは、朝鮮王朝時代に農事に関する祭祀が、取り行われた先農団で、祭祀の後に人々に振る舞われていた料理だったという、説。先農団のスープなので、先農を湯だったのが、ソルロンタンになった、などと言われている。また、雪のように白く濃いスープという意味の、雪濃湯が、由来という説もあり、ソンロンタン。 総論ン,ンとも呼ばれている。また、モンゴルのスープ料理が、高麗末期に伝わったという説などもある。家庭ではなかなか味が出しにくい料理で、専門店や一般的な食堂で食されることが多い。注文すれば、すぐに出てくる勘弁さから、朝食、昼食などとして、広く食べられ、価格も安い。韓国統計庁では、生活物価指数を測定する。 代表的な品目の一つとしている。大韓民国では、老舗やチェーン店などの専門店が、早朝から、あるいは24時間で営業している。これらの店では、スープと飯のセットが出され、テーブルには大量の白菜キムチ、カクテギが置かれていることが多い。ありがとうございます。